皆さんこんにちは。民主党の広報委員長を務めています参議院議員の林久美子です。7月21日火曜日、本日も5ミニッツ民主をお伝えしてまいります。先週、安全保障関連法案が衆議院で強行採決されたことを受けて、民主党では全国一斉に街頭活動などを行い、廃案に向けて戦っていくと強く訴えました。政府提出の安全保障関連法案は、報道各社の世論調査などでもおよそ8割の国民の皆さんが政府の説明は不十分であるとしているにもかかわらず、先週15日に衆議院の特別委員会で、また翌日の16日には衆議院の本会議で与党による強行採決が行われました。国民の声を無視した政府に対し強く抗議するとともに、安全保障関連法案の廃案を目指していくため、3連休となったこの週末、民主党では全国一斉に街頭活動を行いました。国会の中の戦いでは数に限りがあります。国民の皆さんの、良識ある国民の皆さんと安倍総理との戦いです。歴代総理大臣が集団的自衛権の行使は憲法違反だ、国会ではっきり明言してきた。それを一内閣だけで議論もなしに変えてしまった。本当に心を静かにして考えたときに、この法律は将来の日本にとって適切なのかどうか、相当危ういことになるんではないのか。皆さんの声を代弁する仕事をしっかりと我々に託していただきたいと、改めてお願いをさせていただいております。街頭で訴えを行った岡田代表は、次のように手応えを語りました。まあ、今日たくさんの方、本当に集まっていただきましたよね。各地区で、この3連休、報道してますけれども、手応えは非常にあります。では次です。民主党の憲法調査会と安全保障総合調査会の合同会議が開かれ、早稲田大学の長谷部教授から政府の安全保障関連法案の問題点を改めて伺いました。民主党の憲法調査会と安全保障総合調査会の合同会議が今月14日、早稲田大学の長谷部康雄教授を講師に招いて開かれました。この中で長谷部教授は、集団的自衛権の行使を容認した昨年7月1日の閣議決定が、法的安定性を大きく揺るがすものであるとの見解を示した上で、集団的自衛権の行使は典型的な違憲の行為であり、憲法9条を改正することなくしてはありえないと、政府の安全保障関連法案を強く批判しました。では変わりまして、民主党の国会議員が18歳の時を写真などを交えてご紹介をいたします。私の18歳のコーナーです。今日は私、林久美子です。ご覧ください。滋賀県の選挙区選出の参議院議員の林久美子です。2004年に初当選をしたので、今2期目でちょうど11年ということになります。私が18歳の時は、まさに高校を卒業して大学1年生ということで、実家の滋賀を離れて東京で一人暮らしをしていました。その時は政治家になるとかいうことは考えてなかったんですけども、皆さんときっと同じように家庭教師のアルバイトをしたりですね、友達と仲良くいろいろようなような話をしたりですね、そんな毎日を過ごしていました。それからしばらく経って、実は私は永田町でアルバイトをすることになるんですけれども、まさにですね、いろんなことに可能性が広がっていくのが私は18歳だと思います。特に若い皆さんが選挙に行けるっていうのは本当に大きなことで、若い皆さんの声がですね、日本の未来を作っていくという、その第一歩になると思います。若い人がなかなか投票に行かないということが問題になっていますけれども、ぜひ皆さんは投票に行っていただいて、一票を託していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
さて、衆議院での安全保障関連法案の可決を受けて、この議論の舞台は参議院へと移ることになります。しかし、自民党の方がですね、現在参議院選挙の選挙制度改革について党内をまとめることができていないということで、この選挙制度改革についての審議入りが遅れているということに合わせて、安保法制についての審議入りも遅れているというのが今の参議院の状況であります。我々民主党は一票の格差の問題も安全保障関連法案の問題もしっかりとこの参議院で取り組んでまいりたいというふうに思っています。さあ、それでは本日の5ミニッツ民主はこの辺で、次回は今週金曜日24日にお目にかかります。失礼いたします。